はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、ここ東京ディズニーリゾートに来てるんですけれども、今日はですね、9月の4日でございます。9月の4日ってね、何の日かって言いますと、東京ディズニーシーのね、オープンした日なんですね。ということで、このね、東京ディズニーシーがオープンして17周年になるんですけれども、今ですね、東京ディズニーリゾートでこの17周年のグッズがね、販売されているということで、今回はですね、その17周年専用のですね、グッズを今ね、ちょっと取りに来ましたので、早速ですね、見に行こうかなと思います。ゴンドリエの洋服ですね。ルイバもありました。17周年はこういうちょっとゴンドリエっぽいのが多いみたいですね。メディテレーニアンハーバーをイメージした感じですかね。このスマホケースいいですね。一応ね、全機種対応してますので、ディズニーのね、スマホ結構いいですよ。スマホノートもなんかおしゃれですね。ピアノになってます。これはファイルですね。これもピアノですね。おしゃれだね。こんな感じ、なんか仕事とか学校とかのファイル入れにいいかもしれません。ポストカードもありますね。いいですね。デザインが好き。ボールペン、あ、珍しいですね。ステッカー最近売ってなかったんですけど、ステッカーありますね。17周年。マグネット、これはマスキングテープですね。そしてピン、これはティッシュケースでしょうか。あ、そうですね、ティッシュケースですね。ゴンドラの形してます。このカンカンの中身こんな感じみたいですね。タオル、結構種類ありますね。今回の17周年のグッズ、なかなか力入れてますね。グッズが多い。